ゾンビハンター。何の音？こちら、君よ。音、はい。はい、こちら、キリサク高校。たった今、ドローンで救援物資を送りました。到着しているはずです。じゃあ、今の音が。やったー！じゃあ、マユがひとっ走り回収に行ってきまーす！ヒミジ、待て！頑張って、生き延びて。救援物資ね。何か美味しいものでも入っていればいいですけど。私も行ってきます。え、危ないよ。さゆり、校庭にはゾンビが。でもマヤヤちゃんを一人で行かせられないでしょ。アキア、頼んだ。はい、さゆり。大丈夫だよ、リサ。ゾンビなんか蹴散らして荷物すぐに持ってくるから。うん、じゃあ行ってきます。アキア。え、何ですか？エナミさん、姫路には気をつけろ。え、それってどういう。危ないし、それにあんな大きなコンテナの荷物一人じゃ運べないでしょ。うん、まあそれはそうなんだけどね。じゃあ二人で協力して、まずはゾンビを片付けよう。ち、マヤヤの警告が。マヤヤじゃなくても大丈夫そうじゃない？集中、集中なの。激レアゾンゾンだよね。ちょっと疲れちゃった。Yeah.
行くよ。回収できるね。じゃあ早速中を。結構いろんなものが入ってるね。食料と武器と弾と、あ、着替えもある。しょうがないか。で、どうやって持って帰る？コンテナごとはどう見ても無理だよね。なんとか下駄箱のとこまで押していけないかな。はっ、いや、はあ、やっぱり無理か。ちょっと面倒だけど、何回かに分けて中身を持っていくしかないね。オッケー。じゃ、ゾンゾンがまた来る前に終わらせちゃおう。じゃあマヤヤが食料を持ったら、ソユリンは武器の方をお願い。わかった。はあ、重い。小分けにしてもこれだけ重いんじゃ、いつまで経っても運び終わらないよ。やっぱり誰かに来てもらおうか。ね、マヤヤちゃん。あれ、マヤヤちゃん。マヤヤちゃん、まさかゾンビにさらわれたんじゃ。マヤヤちゃんどこ行ったんだろう。あ、
姫路には気をつけろ。え、それってどういう。今姫路は何か企んでいる。あいつはそういうやつだ。まさかえなみさんが言ったみたいに。あ、これで食べ物はマヤヤのもの。ここに隠しといて、後でこっそりと。うひひひひひ。あとはゾンビに襲われたふりをしてみんなのところに帰れば。見つけた、マヤヤちゃん。ちょ、サユリ、なんでここに。校庭に足跡ついてたよ。しまった、足跡まで気が回らなかったわ。マヤヤちゃん、食料独り占めしようとしてたの。うん、そうだよ。なんで、なんでそんなことするの。今はみんなで助け合わなきゃ。別にいいじゃん。だってマヤヤ生き残りたいもん。生き残りたいのはみんな一緒だよ。だから分け合って助け合って。分け合って助け合って、それで他人が助かってもさ、自分が死んじゃったら何もならなくない。マヤヤちゃん、何を言ってるの。サユリンだってさ、一番大事なのは自分が生き残ることでしょ。それは私だってもちろん生き残りたいよ。でもさ、みんなにも同じくらい生き残ってもらいたいよ。なんで。当たり前でしょ、仲間なんだから。仲間。マヤヤ、そんなのになった覚えはないけど。ああ、もうどう思われてても私にとってマヤヤちゃんは仲間なの。何それ、勝手に決めないでよ。わけわかんない。しまった、また集まってきちゃった。もうこれはマヤヤのもんだかんね、誰にもあげないから。私たち全員生き残るよ。コインは打てないのかな。コインは打てないのかな。これでよし。
キャトリック。マヤセーフ。これでよし。マヤリン助けて。やばい。トリケアちゃん生きて帰るんでしょ。これでよし。あと30秒。お花畑にピンクの何かが。やったよっと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 ふっ、いい当たり。任務完了。ゲット。何かが。足くじいちゃったみたい。本当？ちょっと見せて。手当てするから。あ、大丈夫だよ。こんくらいなんでもないから。ダメ。いいから見せなさい。これでよし。どう？歩ける？なんとか歩けそう。よかった。ありがとう。どういたしまして。ねえ、サユリンって変だよね。え？何が？だってさ、人のこと助けて何の得があるの？得とか損とか、そういう理屈なんかはないよ。困った時は助け合うのが当たり前でしょ？よくわかんない。じゃあこの食料運んじゃうね。うん。うわ、結構重い。こんなのよく一人で運べたね。マヤヤちゃん、見た目より力あるんだな。サユリンってやっぱり変なやつ。でも。遅かったな。救援物資はちゃんと持ってこられたか？まあね。さゆり大丈夫だった？怪我してない？うん、平気だよ。大丈夫大丈夫。アキア、姫路は？いいえ、マヤヤちゃんちゃんと物資を運んでくれましたよ。そうか、ノランいいんだが。何？行ったみたいですわね。
今までのゾンビとは違う声だったみたい。私ちょっと様子を見てくる。あ、ちょっとさゆり。マヤヤも。姫路、偵察なんて面白いものでもないでしょうに。物好きですこと。多分ここに入ったんだと思うけど。ゾンゾンが図書室に用事とかなんだろうね。まさか勉強？上半身が2つあるの。人間の上半身を切り離して2人分をつなげた。そんな感じかな。うわ、気色悪い。どこのホラー映画。やば、こっちに来る。動きが速い。来たい。ちょっとあっちにも出てきた。1匹だけじゃないの。倒すしかないね。もうしょうがない。行くよ。雑魚ばっかり飽きた。いけー。スマホがあったらね。バイバイ。まだまだ行くよ。これでよし。今の100点満点。これでよし。
霧崎高校ソフトボール部4番の力、場外ホームランだよ。マヤヤちゃん、ありがとう。別に俺なんていいよ。だってほら、こういう時は助け合いなんでしょ。マヤヤちゃん、あれ、こいつなんか持ってる。メモ書き？うわぁ、なんかすごい綺麗な字。まさか、このゾンゾンが書いたんじゃないよね。え、これって、外に繋がる通路？